学びたいという人はやっぱりいますよね。これ今回もご質問いただいてるんですけども、ネットで一人でブログを参考にして、まあ、あのオンライン上のサイトですよね、サイトで調べて参考にしてやるっていう人もいるんですけども、まあ、あの趣味程度で、ね、あの片手間で月数千円稼ぎたいとかだったらいいんですけども、あのいずれ独立したいとか、まあ、本当に本業レベルでやりたいとかですね、あのそういった方に関してはまあ難しいと思った方がいいですね。やっぱり、ネットで学ぶというのは限界あります。というのはあの情報が断片的だったりとか、あの本当に肝の大事な部分というのは有料でやってたりとかするので、あの全部を出してるっていうことはほぼないですよね。まあ、そこまでボランティアでやる人も中にいるのかもしれないんですけれども、ネットビジネスで稼ぐっていう面では僕は今のところ見たことないですね。なのできちんとですね、あの適正価格のコンサルティングに申し込んで、あなたに徹底的に向き合ってくれる人を見つける、そしてあなたに価値観が合うですね、まあ、ビジネスはもちろんなんですけど、人間として価値観を一目指すことですね。で、稼ぐ方法の集団